こんにちは。昔からサーモグラフィー欲しかったんですけど、最近になってようやく低価格帯で良さそうなサーモグラフィーを見つけたので、いろいろ実験していきたいと思います。今サーモグラフィーの画面をカメラで撮影しています。今サーモグラフィーでも人間を撮影しています。でこういうふうに人間の温度分布みたいなのが色で出てきてますね。こんな感じで赤白のところが温度が高くて、で青色の部分が温度が低いというふうになっています。こんな感じでサーモグラフィーは非接触で温度を測定することができます。非接触で温度測定であったり温度分布の測定ができるわけですけど、これはサーモグラフィーの赤外線センサーで、発熱している物体から出ている赤外線を検知しているからです。発熱している物体は赤外線を出しています。今人間の皮膚を撮影していますけど、こんな感じで人間の皮膚の温度35度くらいなんですけども、その表面から赤外線がこういうふうに出ているわけですね。で今こちらにすごく熱くなった、ギンギンに熱くなったハンダゴテがあるんですけども、非常にまあ熱くなっていて、でこれ触ると火傷します。こんな感じで発熱しているハンダゴテからも赤外線が出ています。こんな感じで人間の目では見えない赤外線がこちらのハンダゴテから今バンバン出ているわけですね。こちらのハンダゴテから出ている赤外線がこちらのサーモグラフィーの赤外線センサーに入射して、でそして熱いかどうかっていうのがわかるわけです。こちらの回路基板の上に部品がたくさん乗っているわけですけども、部品がどのくらい熱くなっているかはサーモグラフィーを使うとわかります。2つの部品が熱くなっています。ちょうどこの部品とこの真ん中にあるでっかい IC が熱くなっていました。次にガラス板を使った実験をします。ガラス板の表面に文字が書いてありますが、これはガラス板を分かりやすくするためです。今こちらのハンダゴテは加熱してある状態です。でこのハンダゴテとサーモグラフィーの間にガラス板を入れるとどうなるかというと、ほとんど何も見えなくなってしまいます。次はガラス板をハンダゴテの後ろ側に置いてみます。ガラス板に赤外線が反射して、でそしてこちらのサーモグラフィーのセンサーに入射しています。ガラス板ではなくてこちらの銅の板を使うと赤外線の反射の様子がもっと分かりやすくなります。これは今やっていた実験を図に書き直しました。ここにサーモグラフィーがあって、ここにギンギンに発熱したハンダゴテを置いていました。初めにやった実験はサーモグラフィーとハンダゴテの間にガラス板を入れました。ガラス板を入れるとどうなるかっていうと、サーモグラフィーで見えていた白と赤の、まあ、温度の高い部分が見えなくなってしまったわけですね。ガラス板がない場合はどうなっていたかっていうと、こちらに、まあ、直接サーモグラフィーに赤外線が入っていたわけですけども、こちらにガラス板を入れるとどうなったかっていうと、こちらのガラス板の方で赤外線がですね吸収されてしまって、こちらのサーモグラフィーから見た時に何も見えなくなってしまったわけです。なぜこうなったかというと、ガラスは赤外線を吸収するからです。こちらの発熱している物体から赤外線が出ていますが、こちらがですねガラスに入射するとガラスは赤外線を吸収して、このガラスの中で赤外線は減衰していきます。なので結局出てくる赤外線はほとんど、まあ、合ってないようなものなんですね。なのでこのサーモグラフィーと発熱体の間にガラスを入れると何も見えなくなりました。次にサーモグラフィーとハンダゴテがあって、でその後ろにガラスを置いた場合ですね、まず一つ目にこちらのハンダゴテからサーモグラフィーに直接赤外線が入射します。でそれとですね、こちらのガラス板の方にもですね入射するんですね。でこちらのガラス板は赤外線を吸収するんですけど、ごくわずかに赤外線を反射するんですね。でその反射したごく少量の赤外線がサーモグラフィーに入射していました。なのでハンダゴテの後ろにガラス板を置くと反射した赤外線が少し映っていましたよね。でその映っていた赤外線は、まあ、何かっていうと、こちらの反射した微量の赤外線がサーモグラフィーに入射した結果です。こちらをガラスの板ではなくて銅の板にしたらもっとよく反射していましたよね。
それは何でかっていうと、こちらのハンダオテから出た赤外線がよく反射したからです。銅をはじめとする金属は赤外線をほとんど吸収しないで、ほとんどをですね反射します。なので銅の板を使うと、まるで鏡に映ったように、こちらにハンダオテの銅が映っていましたよね。でそれは反射した結果、まあそういうふうに見えたわけです。オフィスビルの窓ガラスは鏡みたいに反射していることがよくありますけど、これにもちゃんと理由があります。これは空調にかかるお金を節約するためです。通常のガラスを使用すると、赤外線の吸収によってガラス自体が発熱します。この熱によって室内の温度は上昇します。これを防ぐためにガラスの表面に特殊なコーティングをすることによって太陽光を反射します。なので室内の温度は上がりにくくなって、空調費を節約できます。次にガラス板の代わりに、こちらのポリプロピレンというプラスチックを間に入れて撮影します。このようにポリプロピレンは赤外線を通します。ただしポリプロピレンの表面で一部の赤外線は反射しますし、ポリプロピレンの材料中の中でも赤外線は減衰します。これが原因でサーモグラフィーに入ってくる赤外線の強度は実際よりも弱くなっています。なのでサーモグラフィーに表示される温度は実際の温度よりも低いです。車のエンジンの温度もとりあえず測定してみます。エンジン始動直後は温度は低くて、エンジン温度は気温と同じです。アイドリング開始してしばらく経った後の温度です。当然エンジンのシリンダーの中で燃料を燃焼させているわけですから、温度も上昇していきます。この場合だと最高温度は85度近くになりました。次にやりたいのは、体に泥を塗ってサーモグラフィーをごまかすっていうのをやってみたいと思います。知ってる人も多いかと思いますが、アーノルド・シュワレツネッガー主演のプレデターっていう映画がありますね。プレデターという異星人がいるんですけど、それはサーモグラフィーを使って人間を見つけるんですね。映画の中のワンシーンで、アーノルド・シュワレツネッガーが体に泥を塗ってプレデターのサーモグラフィーをごまかすというシーンがあるんですけど、それをこれからやります。ここに泥がありますが、これを体に塗ります。でそしてサーモグラフィーをごまかせるかを検証します。サーモグラフィーを見てみると、体温の熱い部分がちょうど赤色になっていますね。でこの腕のところにこれから泥を塗ります。このまましばらく放置します。結構時間が経ったんですけど、サーモグラフィーを見てみると温度が割と低いままですね。でここに息を吹きかけるとどうなるかというと、サーモグラフィーの方を見てもらうと分かるんですけど、温度が下がりました。これは水が蒸発するときに少しだけ温度が下がるんですけど、それが原因で息を吹きかけると温度が下がります。打ち水とかと同じ原理ですね。サーモグラフィーを見てもらうと分かるんですけども、背景の色と結構同化してますよね。なので体に泥を塗るということは、プレデターから身を守るために意外と有効な手法なのかもしれません。ということで、今日はこちらのサーモグラフィーを使っていろいろな実験をやってみました。もしこの動画が役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。